小野くんの物語。僕はめんどくし小野くん。陸前小野駅前仮設住宅で生まれたソックモンキーだ。2011年3月11日に起こった東日本大震災。この出来事をきっかけに仮設住宅のお母さんたちが作り始めたのが僕だ。武田さんは小野くんプロジェクトの代表、東松島の元気印でいつも周りを笑顔にしている。お母さんは小野くん作りを担当。現在小野くんを持っている人は全国に10万人。それらはすべてお母さんたちの手作り。おばあちゃんたちは物知りで東松島にとっても詳しい。東松島の宝だ。一人一人のつながりが力になる。あなたの得意を生かして一緒に誰かを笑顔にしてみない？僕らはチーム小野くん。